なければいけないのか。なぜ金を払わないと飯が食えないのか。僕よりもいいじゃないか。金持ちは怖え、貧乏人は死ぬ。こんな世の中の何が自由なのだ。皆労働に縛られているではないか。仕事は楽しいか。いいな、そんなわけない。我々は断固働きたくない。だから帰るのだ、このハンマーヘッドが。働きたい奴だけ働いて、他は養ってもらえる社会に理想郷を実現させるのだ、このハンマーヘッド率いる桃源団が。ボス、誰も聞いてません。なんだと、くそ、愚かな大衆どもめ。行くぞ。まずは町一番の大富豪ゼニールの家を破壊して本気だと分からせてやる。豪邸など不平等の象徴だ。やっそー。この高層ビル丸ごとゼニールの自宅です。へえ、悪いことをして荒稼ぎしたに違いない。許せん、破壊しろ。イエス。ダサイ。標的を破壊しました。さすがは新開発されたバトルスーツだ。例の組織から命がけで盗んできた甲斐があったというもの。あ、このマンション違った。すいません、ボス。ゼニールの家はもっと先でした。失敗は誰にでもある。肝心なのは反省し生かすことだ。違うか。違いません。では、いざゼニールの元へ。おー、ハゲが押し寄せてくるぞ。こいつら本気でぶっ飛んでやがる。待て、悪党ども。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。無面ライダーが来てくれたわ。彼が来たならもう安心だ。ヒーローか、くだらん。行くぞ。誰か救急車を呼べ。ゼニール様、お逃げください。うん、しかしテロリストを相手に逃げ出すというのもわしのイメージダウンだな。その必要はない。あんたは運がいい。俺との契約期間中にこんなことが起きるとはな。おお、ソニック君、君に任せ。無論のこと、案ずるなら連中の命だ。あんたらは死体の山をどう処理するかだけを考えていればいい。桃源だ。聞いたことのない新型のバトルスーツを装備したボートか。 B 級賞金首のハンマーヘッド、少しは骨がありそうだ。